皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の5日目です。今回も小学校の復習をやっていきます。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、10-2×3 と、ね、引き算と掛け算が入っている計算ですね。この場合は掛け算を先に計算するというのがルールでした。ですから10-2×3の6ですね。10-6は4ですから答えは4になります。括弧2番、3÷4。これを5年生のやり方でやると、この割る2を分母に持っていって 4×2 分の3と、こんなふうに計算するというのを学習しましたね。また6年生では掛け算に直して逆数を使う、そういうやり方も勉強しました。この場合は4/3×2/1、こうなって8/3と、どちらのやり方でも構いません。括弧3番、 12.3×2.6、 小数同士の掛け算です。筆算でやってみますね。 12.3×2.6 です。6 3 18 6 2 12 6 1が6と、2 3が6、2 2が4 2 1が2、足し算すると8で、3 9で、11で3と、小数点以下が1つ2つあるから、小数点の位置は後ろから1つ2つ目ときて 31.98、 このようになりますね。ですから答え 31.98、 こうなります。括弧4番、1/4+10/7ですね。分母が異なっている分数の足し算引き算、これは通分して分数の分母を揃えます。4と10の最小公倍数は20ですから、分母を20に揃えます。これ4分の1、これは20分のと考えたとき、4に5をかけて20にするので、分子にも5をかけて 1×5 の5になりますね。つまり4分の1は20分の5足す10分の7、これは20分のと考えたとき、10に2をかけたので7にも2をかけて14にします。ですから20分の14、20分の5+20分の14、こうなって20分の19というのが答えになります。四角の2番です。下の三角形の X の角度を求めましょうと。三角形、この3つの角度を出したら180度になりましたね。ですから180度からこの30度と40度を引けば、この X が何度か分かります。180-30-40、または180-30+40、どちらの式でも構いませんよ。これを計算すると 180-70 ということなので110となって、 X は110度、ね、X の角度110度と計算で求められますね。よろしいでしょうか。今回も小学校の算数の復習をしました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。
皆さんはどうぞこの動画を参考にいろいろな問題にチャレンジしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。